back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them.どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやバッグ、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、皆さんですね、お散歩用のバッグで、どういったものを使われておりますでしょうか？最近ね、雪とかも結構各地で降っているし、なおかつ、まあ、雨もね、少し多い季節なんですけども、そういった時に、持ち歩くお散歩用のバッグって意外と結構悩むんですよね。っていうのがリュックとか大きいものになってくると止水ファスナーだったりとか、それこそ表面がね防水加工してあるものって結構多いんですけども、いざお散歩バッグってなるとトートバッグだと中のものが濡れてしまう可能性もあるし、だからといってショルダーバッグはショルダーバッグでなんかこう機能性が豊かなものってあんまりないっていう風に思われてる方結構多いと思います。今回は、そういったところでですね、最強のまあ悪天候でも対応できるですね、お散歩バッグをご紹介できればなと思います。その名もこちら、防水防犯機能が搭載してある、ハンプドショルダーバッグ、こちらのバックスティンというバッグを紹介します。はい、じゃあ今回ねメーカーさんがちょっと今お借りしていまして、どうですか見た目。あんまりね見たことないようなシルエットだと思うんですよね。僕も結構ねこれパッと見た時シンプルだなー、でもなんかシンプルの中に隠されたなんかちょっとかっこよさがあるなーっていう風に思っていて、こういったボディバッグには珍しいですね。四角い、こう、エッジの効いたデザインをした、ものになっております。で、すごいのが、先ほど言ったように、ハンプという素材を使われていることによってですね、防犯、防水、およびですね、撥水っていうところもかなり優れている製品になっていて、それだけじゃなくて、これ自体はですね、この背面の部分からしか開けれる構造がないためですね、いわゆるですね、スリとか、そういったところにも、対応したですね、防犯も意識したですね、ショルダーバッグになっています。はい、なので、結構こう防犯対策をしっかりしたいなとか、それこそ雨対策しっかりしたいなとか、普段ちょっとお散歩とはいえど、Vlog とかそういうのを撮られているとか、ガジェットをたくさん入れて持ち歩いていますよっていう人には結構うってつけのバッグだと思います。はい、で今回のこのバックスティンなんだけど、結構特徴が多くて、この特徴を、全て紹介するにはですね結構時間がかかりそうではあるので、早速こちらの商品詳しく見ていきたいと思います。はい、まず特徴としてはこれだけございまして、外面はハンプの生地を使用した、自然なね生地感を演出しているとか、あとは内側の方に関してもほぼ全面ですね防水素材を使っている形になっているので、急な雨が来たとしてもこれ自体で、ね、万が一防ぎきれなくても中は濡れないっていうところと、あとねファスナーの開口部及び背面に、搭載されているので、外見として外観にねポケットがないことから非常にスマートに見えるっていうところでは、スーツとかそれこそシックな、デザインのですね、いわゆるファッションを、決められてる人にも結構使いやすいかなと思います。で、あとは背面に、小さいポケットが1個ここにある形になっているので、お財布とかそれこそ携帯電話とか小物を入れていただくことによってですね、頻繁に取り出すようなものとかを入れていただくと結構便利なものになっています。で、あとはここに、ミニストラップに関しても一応このねサイドの部分にこういう感じでついているので、それこそ自転車とかスケボーとかアクティブシーンでも、こうずり落ちてこないっていうところもまた一ついいポイントかなと思います。で、ミニストラップは他社のね類似製品と組み合わせて使える互換性もありますし、なおかつペットボトルや折りたたみ傘ティッシュ箱まで入るですね、かなり大容量なものにもなっている。さらに YKK の、止水ファスナーも使っているっていうところから、かなりですねこう防水および収納性そして防犯性に優れたバッグになっているので、ぜひ皆さんこちら、最後まで見ていただいてですね、いいなと思ったら買っていただければと思います。それでは早速ですねこちらのバッグ詳しく見ていきましょう。はい、皆さんお待たせいたしました。今回ご紹介するのがこちらのバッグ
ックになっております。バックスティーンというものになっております。先ほど、冒頭でも言ったようにですね、防犯と防水を意識したショルダーバッグになっていて、こう見た目はね、あ、なんだよ、ただの布のショルダーバッグじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、生地とか、素材とか、それと組み合わせる部材とかがですね、かなりよく考えられてるなって僕はね、これ使ってみて感じた製品です。はい。まず、外観なんだけど、外観がね、これ、ハンプを使っていて、内装が防水で丈夫なターポリンっていう素材を使ってるんですよ。で、このターポリンっていうのはですね、結構こう、テントの生地とかにも使われるような生地になっているので、まあ、いわゆるですね、アウトドア向きの、まあ、いわゆる生地を採用してるんですよね。で、ファスナー開口部に関しても、ここ、見ていただきたいんだけど、すべてこう背面についていて、前面には何一つとしてですね、こうファスナー類が見えないっていうところから、まあ実際これをピチッと背負っていた時もですね、後ろから、まあこう荷物を取り出される恐れがないっていうところでも、かなり安心してですね、お散歩とか、それこそ街歩きができる製品かなと思います。はい。よく、ショルダーバッグであるのが、ずり落ちっていうことなんだけども、ずり落ちに関しても、ここの部分ね、先ほど、特徴でも言ったように、こういったクリップマウントが搭載しているので、これをこういう風に開けていただいて、ここを、服とか、そういったところにつけていただいて、カチッてするだけで、バッグがずり落ちない。いわゆる自転車漕いでるときに、後ろにずっと行ってほしいのに、なんか前に来ちゃうとか、そういう現象、多分ボディバッグだとあると思うんですけど、そういうことも起きないっていうところからかなりいいかなと僕は思っております。はい。早速こちらのね、ちょっとスペックとかを、ご紹介できればなと思うんですけど、先ほど言ったように、生地系のものに関しては、主にハンプと防水のタープリンっていうものを使っております。で、生地の処理としてろうそくとかを使ったですね、パラフィン加工っていうのを使ってるんですよ。で、この、パラフィン加工っていうのは、まあ、用語だけ聞くとね、結構専門的な技術が必要な、まあ、いわゆるあまり聞き馴染みのないものかと思うんですけども、これ実際はですね、ハンプとかのリュックとかには結構使われる、撥水加工の、まあ、仕方になっていまして、まあこういうハンプ生地の上にですね、ワックスをこう染み込ませて、撥水性を持たせる加工法。それが、まあ、パラフィン加工っていうものになっています。で、このパラフィンっていうのは、石油から分離によって取り出される物質にはなっていて、まあ、パラフィン自体はですね、ろうそくの材料でもあって、そのためもしね、こう、ご自身で、さらにこう、撥水性とかが、ちょっと落ちてきたなって思ったら、ワックス加工してあげるとまた復活するような、まあ、いわゆる生地処理加工をしているので、ぜひ皆さんですね、まあ、そこら辺のメンテナンスっていうところもすごいしやすい、まあ、生地を使っているので、まあ、ガシガシと使っていただければと思います。はい。で、まあ、そのパラフィン加工をしているからっていうのもあるんですけども、まあ、見た目的にもですね、若干ちょっとね、黒でも一色ではなくて、ちょっと薄いところもあれば、濃いところもあるみたいな感じで、僕的にアンティーク調でかっこいいなっていう風には感じております。はい。で、その他で言うとですね、一応これ高さとか寸法のところで言うと、高さが34の幅17で、厚みも10あるので、ティッシュボックスがそのまま入るぐらいですね、大きさとしては十分あるので、個人的には荷物が多い人とかにもいいですし、あとペットボトルとか、水筒とか持ち歩く人にも結構おすすめの、まあ、ボディバッグにはなってるかなと思います。それこそね、ライブとか、フェスとか行かれる人ってお茶とか2本ぐらい持つじゃん、そういう人にも結構おすすめで、お茶2本ぐらいだったら本当に余裕で入るので、そういう意味でもですね、ぜひそういうアクティブな現場でガシガシと使っていただくのはすごいいいかなと思いました。はい。で、一応生産国は台湾という形になっていて、これからですね、これのバッグの中の内部仕様だったりとか、そういったところを見ていきたいなと思うんですけども、まず皆さんに見ていただきたいのが、驚くべき撥水性というところです。はい。この生地なんですけど、撥水性がめちゃめちゃ高いので、雨にも本当に便利で、これ今僕霧吹きでね、ちょっとかけてみると、こういう感じにしてもですね、どう？染み込まないでしょ？全然安心で。で、もうあとは屋内入っていただいて乾いたタオルとかでこう拭いていただくだけでですね。
もうさっと、もう音通りになります。で、触った感じとしては若干のしっとり感はあるものの、これそれでも、中のものっていうのは絶対に濡れない構造をしているんです。はい。で、先ほど言った素材の中のターボリンっていうものがあったと思うんですけど、そのターボリンが内側にあって、ターボリンっていうのはこの生地なんですよね。はい。帆布とはまた違ってテント生地みたいなのが中に全部入ってるので、多少染み込んでも内側まで染み込むことが全部ないんですよ。なのでそういう意味でもこれはかなり、まあ、撥水性が優れてる製品になっているって感じです。で、内部の、まあ、いわゆるポケット事情とかそこら辺のところの構造に関してもこのまま説明していこうかなと思うんですけども、うん、まずメインストレージとしては、こういう感じでね、まあ、後ろから開けることができます。で、全部オールで開くことはできないんだけど、これぐらい開くことができて、まあ、結構開口部も広めですね。で、この、バッグの、名前なんですけど、これオランダ語でレンガっていう意味にもなっていて、だからこの形がね、若干四角いレンガっぽい感じの、まあ、風潮を出しているっていう感じです。で、実際僕これ中どういったものが入ってるのっていう風に言うと、これ実は僕結構中身たくさん入れていて、例えばこれ iPad mini なんですけど、 iPad mini も入ってるし、まあ、あとはねこういったペットボトルのお茶だったりとか、まああとは僕結構スマホ大きいんで基本バッグの中入れておくんですけど、こういうねプロマックスの携帯持ったりとか、あとはまあこういうねイヤホンとかも入れていたりとかですね。まあ本当にちょっとお散歩行こっかなぐらいだったらマジでねたくさん入るので便利です。あとはこういった定期入れも入れてますね。はい。まあこんな感じでですね、メインストレージだけでも、結構物はたくさん入れてるつもりではあるんだけど、あの小さいバッグの中にこれだけの製品が入っているっていう感じで、でしかもまだそれだけじゃなくて余裕が結構あるので、もっと入れたいよっていう人にもたくさん、入れれるっていう点ではいいんじゃないかなと思いました。中の、バッグのなあのポケット事情に関してはこの背面の部分に1個ポケットがあって、まあ、iPad mini はちょっと入んなかったんだけども、例えばKindle とかああいうね細身のタイプのタブレットだったら余裕で入るかなっていう感じです。でその他にこっち側に関しては同じく対面に同じぐらいのポケットが1個と、サイドにこれぐらいの小さいものを入れれる用のポケットが両方あるので、傘入れていただいてもいいですし、それこそですね、まあ先ほどみたいにねこういう AirPods とか入れていただいても全然使いやすいかなと思います。はい。でワイドに関しては結構マチもあるので、それこそ小型の弁当箱とかを持ち歩きたいなっていう時も全然使っていただけるかなって思うので、結構そこら辺はねいろいろ工夫して入れれるかなっていうような感じです。はい。で、その他で言うとあとはねここの、シークレットポケットみたいな感じですね。背中に当たる面にもう一個あって、ここ頻繁に使うものとか結構入れていただくと便利かなと思います。はい。僕が入れてるのは結構スマホをよく充電するので、こういった感じでモバイルバッテリーを入れさせていただいてます。はい。で、結構ここの、領域に関しても、止水ファスナーを使っていて、手一個丸々ね、こういった感じで、入るので、男性の手が一個入るっていう風に考えたら結構大きいのは分かっていただけるかなっていう風に思います。背負った感じとしてもですね、まあ、こんな感じになっていて、まあ結構ね、ベルトも長く、まあいわゆる調整できるので、大柄の人でも、全然、背負っていただけますし、あとね、このフィット感ってもうベルトの部分がそこまで痛くないので、結構長時間背負っていた場合も大丈夫です。はい。で、後ろ側どうなってんのっていう風に言うと、後ろ側としてはまあこんな感じになっていて、背中に対して結構この平たい感じのレンガ調のバッグなので、そういう意味でもですね、フィット感としてもボセッとした感覚がないので、結構スタイリッシュに見えるようなバッグになっているかなと思います。はい。で、一応これに関しては、ここのベルトを使うことで、まあ自転車とか乗る場合はですね、まあ動かない形なので、まあこういった背中の部位のところにこうパチッとしてあげることで前にずり落ちてくるっていうのも心配もございません。はい。結構ここは使いやすいかなと思いましたよ。はい。じゃあ最後まとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は、こちらのボディバッグですね、バックスティーンというものをご紹介させていただきました。はい、結構ね、使いやすかった。うん。で、デザインも、結構シンプルなので、ファッションがシンプルな人にはかなりおすすめかなと思います。はい。で、僕的にちょっと使いやすかったところとか、ちょっとここはなっていうところを最後まとめさせていただければなっていうふうに思うんですけども、まず使いやすかったポイントとしては、まあ、雨に濡れても中のものが全然濡れないっていうのは最強にいいなっていうふうに思ったっていうところと、あとはですね、それぞれのファスナーが止水ファスナーをちゃんと使ってくれてるので、そういう意味でもですね、ガジェット類を、安心して持てるなっていうところがいいところでした。はい。で、あと、中がターボリン使っているおかげでですね、まあ、その雨が浸透してこないので、書類関係とかそういったものも、まあ、収納した時に安心ができたなって感じが僕的にはしております。はい。ちょっと残念だなっていうふうに思ったところももちろんありまして、何かっていうと、残念なポイントとしては、僕的には、これ、サイドとかにね、ペットボトルホルダーとかがあると、より、まあ、ちょっと使いやすかったかなっていうふうに思っていて、結構僕、飲み物はですね、さっと取り出したい派なんですよ。なので、そういう意味では、サイド、まあ、この外観がね、ちょっとシンプルさが損なわれてしまうかもだけど、ここに薄いね、まあ、いわゆるポケットを一個作っといて、使う人は、まあ、それ使っていただければいい。使わない人は、まあ、そのまま折りたたんだ状態で、シンプルな構造で見せていただくとか、そういった感じのものをしていただけるとですね、もう少しこう、アクティブに使いやすいんじゃないかなとは思いました。けど、背負い心地もすごい良かったし、うん、それにね、デザイン的にも、かなりこう、シンプルで、おしゃれで、シックに決まる感じだったので、大人ボディバッグとしては僕は結構点数は高いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。それじゃあこちらまだ支援しておりますので、ぜひ皆さん支援してみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。